けだ、少しの希望だけで待ってれば誰かが未来決めてくれていた。なんて小さい自分なんだろう。バスティラムービーラパンブレイカー、今すぐ夢まで走ろう。 Bring back your it's the right time. Hey boy, rock and roll. Yeah boy, you got a chance to make a rumbleだけ強がってかけましょう。全部 play the game. Let's gamble. Hey jumbo. Now shake your bum and do the rumble. 鋭くラインを3本。テンション上がりっぱなランボー。登場ムーブさん2周。皆さんマンのアンメイチュー。バカ音で生まれるザーッと言われた。地図で見ると同じ名前の道路が2本あるから変だなと思ったけど、来てみて理由が分かった。上りと下りがそれぞれ一方通行で別な道路になっている。こんな道路もあるのか。ただいま。あれ、誰か来てるのかな。うわメリークリスマス。なんだよそれ。メリークリスマス。お親父まで何やってんだよ。たくみくん、ツリーそっち置いて。ああ。夏希はちっちゃい頃クリスマス大好きだったの。だからたくみくんとクリスマス一緒にしたかったんだよね。ほら、いつか言ってたでしょ、クリスマスにやったことないって。じゃあケーキ食べよう。ケーキじゃーん。ろうそくつけて。もやし、火。電気消すよ。ああ。いやー、夏希ちゃん、正月だってのによく頑張ってくれてるね。え？いろいろと遊びの予定もあったんじゃないの？いいんですよ、今はバイトしてる方が楽しくて。ああ、そう。バイトして初めて分かったんです。働いてお金を稼ぐことって本当に大変なんですね。うん、まあね。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ご注文は何にいたしましょう。お決まりになりましたら。夏希？え？どうした？冷てえじゃねえか。俺の顔忘れたのかよ。ミキ先輩。とりあえずチーズバーガーとシェイクもらおうか。あ、はい。チーズバーガーとシェイクオールワンです。あ、バイト終わったらドライブしねえか？送ったってやるよ。いいよ、そんなの。なんだよ、警戒してんのか。別に取ってこうとは思っちゃいねえぞ。分かった、今日はもうすぐ終わるから。正月休みでこっちへ戻ってきてるんだけど。驚いたぜ、お前がバイトやるなんてな。なんか感じ変わったね、先輩。そこは普通だぜ、普通。お前も変わったよ、大人っぽくなったっていうか、前より色っぽくなったぜ。
お前さ、男いんのか。そんなこと先輩に関係ないことでしょ。なんだ、その言い方じゃ男はいねえな。だったらさ、俺と付き合えよ。また昔みたいにいろいろと楽しいことしようぜ。お前だって俺のこと忘れられねえんじゃねえのか。ここでいい、止めて。なんだよ、怒ったのかよ。先輩、悪いけど夏希は先輩と付き合うつもりはないから。付き合ってる人はいないけど、今すごく好きな人はいる。すごく大切な人だから。じゃあ。付き合える。その大切な人ってのの話聞かせてくれ。怖い、この人。お疲れ様でした。おお、本格的に降ってきたな。あ、そうだ、たくみ、俺ん家寄ってかねえか。そうだ、どっちでもいいけど。どうせ家に帰ってもやることねえんだろ。うん。どこへ行く気？じっくり話そうじゃねえか。邪魔の入らないとこだよ。夜は長いぜ。拓海くん。その時池谷先輩がさ、俺、拓海、どうしたん？やっぱ今日はやめとく。なんでだよ。なんとなく気が乗らないんだよ。それに親父が新年会に行ってるし、酔っ払って車で迎えに来いって言うに決まってるんだ。ほっとけよそんなの。じゃな。しゅ、そろそろ親父離れしろよな。なつき、昔俺たち楽しくやってたじゃねえかよ。お前俺の言いなりで何でもしてくれたじゃねえか、昔みたいにな。いいだろ。やだ。どうしてだよ。昔と今とは違うの。ざけんなよ。お前いつからそんなつまんねえ女になってんだ。昔はもっと軽くてノリのいい女だったのによ。本当に好きな人ができたら変わるんだよ。かっこつけんじゃねえよ。くそ。うわっ、てめえ。おい待て、こら。たくみくんお願い、出て。うわっ、くそ。逃げ切れるわけねえだろっか。たくみくん、お願い、早く出て。なんだ、親父寝ちゃったのか。はい、もしもし。助けて、たくみくん、水が。もしもし、来た。もしもし、なんだ、どうしたんだ。もしもし、もしもし。ふざけてる感じじゃない。湖、秋の子。今匠とか言ったな。お前まさかその好きな人って藤原のことじゃねえだろうな。その顔はそうなんだな。くそ。そりゃねえだろう、夏希。よりによって藤原となんか仲良くやってんのかよ。いい加減やめろよそんな話。なんだ匠、てめえ上級生に向かってその口の利き方はどう。思い出したくもねえぜ。また殴られるよ匠くんに。か助け呼ぶんなら相手考えろよ。藤原なんかここまで来れるかよ、車もねえのに。来るよ、匠くん、山道を走るのが早いから。車、持ってんのか。
くそ、こ、来い離して。うるせえ、車に乗るんだよ。バレないで。さっさとしろよ。ここにいたんじゃ邪魔が入ることもあるからな。山降りて場所を変え、覚悟しとけ。俺の気の済むまで絶対に返さねえ。この人マジで切れてる。どうしよう。たくみくん、4WD が雪道に強いのは世界の常識なんだよ。何があったんだよ。わけわかんねえからとにかく吹っ飛んで来てみたんだ。その車誰なんだ。知ってるやつなんだろう。車の中で話すから行こうよ、たくみくん。怒ってるの。ごめんね、夏樹がミキ先輩の車に乗ったから。別に。たくみくん、送ってやるから、とっとと家帰れよ。やだ、
このままじゃ帰れない。今言わないともう二度と言えない気がするから聞いてほしいの。夏希が前付き合ってた人、匠くんも知ってるベンツの人、あの人からお金もらってたの。夏希ね、そのことを今すごく後悔してる。あの頃お金をもらった代わりに何か大事なものがどんどんなくなってく気がしてた。夏希がバイト始めた本当の理由は、働けばそのなくした何かが取り戻せると思ったから。そうやって頑張ってるところを匠くんにちゃんと見て分かってほしかったから。ダメだ、男の子の前で泣くなんてかっこ悪いから絶対したくなかったのに。最低だよ、いつからこんなに泣き虫になっちゃったんだろう。俺も言っておきたいことがある。正直な気持ちだ。俺お前のこと好きだ。湖の氷すっかり溶けちゃったね。だんだん暖かくなっていくんだね。たくみくん、地元の運送会社に就職決めたんだよね。ああ、俺車から離れた生活考えられないから。離れるの嫌だな。分かってたけどやっぱり嫌だ。ねえ、たくみくんも一緒に東京行こうよ。ね。俺は残るよ。俺去年の秋から考えていたことがあるんだ。俺の夢ってなんだろうって、冬の間ずっと考えていて、やっと気がついたんだ。車に乗ることが好きだから、誰よりも速く走りたいから。俺プロのドライバーになりたい。そのために地元に残るんだ。そのために？俺は今度できる新しいチームに入っていろんなことを勉強したいんだ。そして誰にも負けないような頂点に立つドライバーになりたい。すごい、すごいよ匠くん、すごいよ。夏希は寂しいけど我慢する。匠くんがいなかったら夏希の高校時代はきっと嫌な思い出ばっかりになってた。匠くんがいてくれたから楽しい思い出いっぱい作れたんだよ。夏希は匠くんと釣り合ってないよね。でもいつまでも絶対忘れないでいる。匠くんとの思い出は夏希の宝物だから、頑張って夢を実現させてね。たくみくん！たくみくん、夏希も負けないように頑張るから。夜明けの空へ窓を開いて、柔らかい風溶けそうな君の素肌、そっと抱き寄せて口づけるほど不思議なくらい心は震えている。